はい、皆さん改めましておはようございます。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしております。この番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなど、車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいております。なので多少の時間と雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうに思います。ということで、本日も本題の方に進めていきましょう。今日の本題につきましては、建設業界がホワイト化するための働き方考え方のちょっとね、給与編みたいな形で進めてみたいなっていうふうに思うんですが、僕が考えるですね、建設業界がホワイト化するためにはどういうふうにしていったらいいのかっていうのは、大きく分けて僕はね2つあるというふうに思ってます。でその2つっていうのは何かというと、いわゆる残業、労働時間っていう側面での、物差しと、あとは働き方っていうところの物差しがあると思うんです。でいずれも、同じように言えることは何かっていうと、多様化っていうところがやっぱり、この世の中のね、今現在の、主流になりつつあるので、この多様化っていうものをどうやって受け入れることができるのかというところに注力していかなければいけないのじゃないのかなというふうに思うんです。でそこに要素として組み込まれるべきは何かっていうと、やっぱね、教育っていうものは非常に重要なポジションだなというふうに思っております。で今回お話しするのはこの労働時間側のお話になっていきますので、最後までご視聴いただければなというふうに思います。この労働時間っていうものと給与っていうものはやっぱり、ね、密接な関係性がありまして、これは切っても切り離せない部分になりますので、これを両方とも、両方ともの感覚をこ うまく、ね、バランスを取っていくのが大事なのかなというふうに思います。で、いろんな議論がありますが、例えば、8時間労働に対して10時間12時間働くっていうことはいかがなものかというような論調で話されることもあってみたり、もしくは一方では働く時間ってね、人によるじゃんみたいな働きたいやつは働けばいいしっていう風なところがあると思うんですよ。でこれをね、多様化っていう側面で見た時にどういう風な格好になるのかっていうと、結局は選択することができるかどうかっていうところだと思うんです。働きたいって思いながら働いてる人は、働けば働くほどしっかりとお金ももらえるというような形にするべきかなと。そして働きたくない、働くよりもプライベートに重点を置きたいという人だって当然いるわけですよ。でそういう人にとってみると、ある程度一定ラインの給与は欲しいが、それ以上欲しいというよりもしっかりと、プライベートの方にも充実させていきたいんだよねという人もいると、要は僕みたいなタイプは、完全に仕事イコール生活とか趣味みたいなもので、趣味が仕事ですみたいな感じで楽しかったもんですから、だったら、趣味、仕事の延長線上に趣味が存在してても全然いいんじゃないというふうに思うんで、長ければ長いほどたくさんお金もらえるならそっちの方がいいよねみたいな感覚になりますよねと、だから労働時間っていうものと給与っていうところはやっぱり密接な関係性があるというふうに思ってるんです。じゃあこのね、労働時間とこの給与の関係性、どうバランスをとってそして多様化に対応していくのかというようなところを考えたときに、僕はですね、ヒントは携帯のスマホの料金みたいなところを見ていくと、結構ね、良いヒントになってんじゃないのかなというふうにも思うんです。例えばそうだな、格安スマホのプランで、追っかけていくと、例えばリンクスメイトって知ってます？リンクスメイトっていう、MVNO 格安スマホの、会社があるんですけど、その、リンクスメイトはどういう料金プランになってるのかっていうと、例えば100メガとか500メガの通信量に対しても金額が設定されてて、1ギガ刻みでずーっと何十ギガまで、料金が設定されてて、自分で選ぶことができるというような料金体系になってるんですよ。要は細かく、使う通信量が多ければ多いほど金額は上がっていくが、全てにちゃんとね、金額設定がされていて、自分で選ぶことができる。要はこれを
働き方、まあ、その労働時間に考えていくと、働く時間が長ければ長いほど、もしくは成果が上がれば上がるほど金額が給料が上がっていくというような仕組みというふうに捉えることができますよねって話です。じゃあ一方で LINE もみたいなごめんなさいね、ちょっと喉の調子が良くないんですけど、LINE もみたいな、そういう格安スマホ系のものでいくと、あれはね2つのプランしかないはずなんです。確か3ギガプランと20ギガプランっていう2つしか存在してないです。でそれぞれに定額で存在しているが、両方とも価格が安いんですよ。でそういうような、これとこれしかございませんっていうようなパターンを選ぶこともできれば、細かく刻まれているのを選ぶこともできるというような、要は選択肢ですね、給与の選択肢もしくは労働時間の選択肢っていうものを与えることができるのが、多様化に対応すべきこの世の中の給与体系が今一番いいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。もう少し細かくお話しすると、例えば、入社してから、そうだな3年目とか5年目とか分かんないです、その会社の、規定により、例えば3年目の通称3年目までは基本的には強制的にこう、定額ですという話で、3ギガプランですよ、要するにねで進んでいきます。でこれはまあ一定に上がっていくよねっていうような、まあこの辺の仕組みというのは皆さん、よく聞いたことがあるんじゃないかなって思うんです。でその3年間はしっかりと教育っていうものを行っていくというような大前提になって、でそこから、まあ、3年目に到達しましたというふうになった時に、そこから皆さんのね働き方じゃない、生き方、人生観などが価値観みたいなのを加味して考えた時に、じゃあどっちの料金体系に進みますかっていうのを、聞くことができるというような、まあ、選ぶことができるんですね。月給として、まあ、年齢とともにちょっとずつ上がっていき、で例えば45とか50歳になってくるとまたちょっと下がってくるみたいな、そういう、仕組みで働いていくっていうのが合っているっていう人もいるじゃないですか。そういう人は基本的には8時間労働と言われれば8時間の枠の中で働いて一定の給料をもらうというのを選択したっていうことになります。で一方で能力給と言われる方向を選択した人は、要は、リンクスメイトですよ。あそこみたいに、当然あまり仕事がないときは給料が下がるが、仕事があってバリバリにこなして、そしてちゃんと利益を上げたりね、成果として提示できるものがあるという状況下であれば、ちゃんと給料も、うなぎ登りに上がっていくみたいな、だけど仕事がないときはすごい下がっていくみたいなものを、要は1年に1回なのか2年に1回なのか3年に1回なのか、選択できると。やってみたけどちょっと合わないなと思えば、戻せばいいよねっていう風な、給与も選ぶことができるっていう風にすると、8時間で帰りたいっていう人と、一方ではいっぱい働きたいんだという人と、そういうのがうまくこう分かれていくのではないかなというふうに思うんです。で例えばね労働基準法上働くことができないっていうことになってくると、例えばまあ法の抜け道みたいなものになってくるのかもしれませんが、会社の中で別で施工図の会社というのを立てて、でそこの副業として例えば施工図を書くみたいな分け方をすれば、働きたい人は、まあ、別にね夜中までやってたっていいよと、いいんだけど法律上そういうわけにはいかないから、楽しく仕事をするっていう方向と、かっちり会社に残って仕事をするっていうこの2つの、収入口っていうのを作ってあげれば、まあ、基本的に法律上はクリアするじゃないですかと、まあ、なんていうの、会社じゃなかったら国は副業を OK にしてるわけですから、別会社を立てて、昼間はこっちの 本業として本社のね会社の仕事をして、で夜はこっちの施工図会社の方で副業をしてっていうような働き方っていうのは、基本的に今現在はまだ許されているというような状況になりますので、まあ、働きたい人がいればね、そういうふうな働き方をして、結果、セカンドインカムですよ、副業というもので別の収入を得ることによって、まあ、たくさんの給料をもらえることができるよねというふうな働き方を選択することもできるというような形で選ぶことができるっていうのは、すごく良い方向なのではないかと。今の状態でいくと、全員が全員一律に残業しているっていうことがあるから、働きたいんですっていう人は文句は言わないが、
働きたくないんですっていう人も巻き込まれて一緒に残業している。だから不満みたいなのが噴出してきて、それに引きずられてっていう話になったりもするんですけども、そうじゃなくて、あいつは5時で帰るパターンの社員ですと、一方で、かっちりとね、任務をこなしていくっていうことに楽しみを覚えるっていう人もいるわけですから、そことここをごちゃごちゃにするのではなく選ぶことができるっていう、そういうふうな料金体験にもしもねすることができるんであれば、副業として別会社を立てて、例えばね、施工図とかね、事務屋みたいな、働きができるのであれば、例えば仕事が薄い時には他の現場の、フォローをするために会社を設立しといて、その副業として、写真整理手伝いますよみたいなことをフランクにできるような状況で作れるんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんですよ。これが、まずはね建設業界をホワイト化するための給与体系、要はやる気があるやつはやればいい、やる気がないやつって言うとダメだねやる気はあるんだけどプライベート重視したいやつは、そういう風な働き方をすればいいという風に選ぶことができる、この体系っていうものみたいなものをね、選択することによって自分の意思で給与を選択していくっていうことが可能になって、これじゃダメだなと思えば、違う方向に進むこともできるし、で結局自分の会社の中で2つの働き口が存在しているということになると、他の会社に行くという選択肢が1つなくなっていく、なくなっていくわけじゃないのかな、転職するというその仕組みの枠の中に自分の会社の違う働き方っていうものも存在してるよねっていう風な感じになると、それはそれで選ぶことができて面白いのではないかなというふうに思うんですまた改めてお話ししますが、改めまして働き方改革、違うな、ホワイト化、建設業界をホワイト化させるためには大きく2つの要因があると思います。で1つは、労働時間というもの、そして2つ目が働き方っていうもの、この2つの側面に対してアプローチを仕掛けないとやっぱり今の時代は戦っていけないのかなというふうに思っております。そのうちの1つとして、労働時間、そして給与の面でいくと今みたいなね、そういうやり方があるんじゃないのかなっていうふうに思ったりしております。で細かくもっともっと分けていけばね、その施工図会社みたいなところに例えばパートの人とか契約社員みたいなものを入れていったり、派遣みたいなものを雇ったりだとかっていう風にすることによって、いわゆる3時間だけ働きたいとかっていうところも、全てこうクリアになっていくというようなね、そういう働き方っていうのも一つありなんじゃないのかなと。やってみたけど合わないわって言ってやめていくんじゃなくて、合わないから少し時間を減らしてほしいんだよねっていうのにもしっかりと対応できる、そういうような働き方っていうものもあっていいんじゃないのかなと思いましたんで、今回お話をさせていただきました。はい、ということで、建設業界はホワイト化するための施策ということで、僕のね、アイデアみたいなところをお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また明日の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。